お待たせしました。ちょっと、お知らせをしとこうかなと思います。まあ一応ね、一番心配されてたところは否定しておこうと思うんですが、引退はしません。担当直入に言うとですね、えー、坂本黒枝は、少しの間、活動を休止します。理由なんですけど、ちょっと、ま身内の不幸で、 えー、おばあちゃんが、ごめん、<laughs> どうしたんだろうおい。おばあちゃんが今朝、えー、亡くなってしまって、あんまりね、なんかこう元気に楽しく配信できないんじゃないかなぁと思って、うん。なので、ちょっとしばらく配信をお休みします。本当はすごい、結構、 配信をお休みするっていうのも悩んだ。えー、なので、まあ、予定が大幅に変更が今月にまた復帰できたらなと思うんですが、正直、なんか、ここまで身近な人を亡くしたのは初めてで、ちょっと、うまく、なんだろう <laughs>。まあ、大体、 1>, 1月中に復帰できたらなって考えてはいます。本当にメンバーシップ入ってくれてる子もごめんね。スーパーチャット送れてる子もありがとう本当に。ごめんね。ちゃんと読めなくて。今後は気をつけていきたいなって思います。あと、なかあったかな大丈夫かな多分。今日はこれでおしまいにします。みないつものよありがとう。